王者が失念して後閣下の行方が知れない。当時閣下は楽城の守備についていたという。そこで幼女の失念に巻き込まれたらしい。その時の閣下の様子を知る者は討伐軍にはいない。となれば方法は一つしかなかった。すなわち閣下が楽城に赴いたという過去を改変するのである。以前芝居は妖魔に包囲された楽城を解放する作戦の指揮を取っていた。だが手間取ったために閣下が援軍として派遣されたのだ。そのことを知った花崗豚は猛将本田忠勝とともに芝居の過去に飛んだ。二人の部を合わせ援軍の必要がないほどの大勝を得るのだ。我が志望をもってしても手駒が足りねば覆せぬ状況もある。故に前回の歴史では閣下殿の援軍を待たねばならなかったのだ。ふん、お宅はいらん。閣下を救うための方法は一つ。毛徳が奴を援軍によこそうと思わぬほど素早く、それだけだ。承知。王将花崗豚殿と忠勝が武をもってすれば早すきこと。言ってくれる。ならば切り開くぞ。俺たちの刃で新しき未来を。過去現状の戦。補給路を抑えられ兵の士気が上がらぬ。援軍を待たずにこれをどう覆すか。愚問。ただ武にて道を開くのみ。同感だ。考えても始まらんなら切り進むのみよ。ここで気を当てろよ。っ燃やし尽くしてやる。張飛殿、燃やし尽くしてやる。
闇の補給路を解放するのだ。本田平八郎戦つこれにあり、皆我に続け。あの本田忠勝が来てくれたのか。かかってきろ。それは忠勝が参ら。そろそろいいとこ見せとかないとな。俺も言っとくか。冷める戦ぶり、お見事。いや、お見事。我が手にトンボ切りある限り開けぬ道はない。すげえ、なんて頼もしいんだ。ベリー、俺たちもやれるぞ。一段と冴えておいでですな。ここで口当てる。出るぞ。よよ、何をよしくしてやる。何をよがれる。ドライやがれ。どっしゃい、手なんだな。せいぜいあがくがいい。敵将出番だな。打ち取ったぜ。出るぞ。こんなところまで。中津が武にて補給路を切り開かん。出るぞ。ここで口当てろ。程度の妖魔相手に何たるざまだ。巨人の誇りがあるなら俺に続け。カコートン将軍に続け。おお、一段と冴えておいでですな。破られた。俺様が出る。応援を送れ。出番だな。を抜かれてなるものか。敵の増援を迎え撃つ。どうした。敵は完全にいるぞ。死にたくなくは戦え。カコートン将軍。数が足りんぞ。どんどん送れ。退けるとは見事。彼らも一層奮起せん。かかってきやがれ。かかってきやがれ。
これで士気の心配はなくなったな。あとは敵本陣に突っ込むだけだ。援軍到着。出番だな。北より人間を押し返す。分かってけよ。いやここで増援とかありえないっしょ。よし来たな。門を開けろ。俺たちも出るぞ。天が失態を。お手を煩わせて申し訳ない。おお、一段と冴えておいでですな。抑えておいでですな。かかってきよ。ここで口当てろ。真の三国武将とはこの兵器と長技のことよ。出るぞよ。これぐらいにしといて。敵将確保現状が討ち取った。俺様が出る。敵将、確保現
ここで潰さろう。なんだな。終わる。俺に挑んだ。よっ。後悔させる。されるとは。敵将撃ち取ったぜ。毛徳に使いを送れ。楽城は制圧した。援軍の必要はないとな。これでまた過去を変えることができたな。よし、帰って祝杯をあげよう。援軍を待つまでもなく楽城の解放はなった。これで角田殿は繁盛での戦いに残ることになろう。再び時を超え繁盛での戦いに臨むのだ。やるでは。へえ。